シャープクラウドサービスへの接続設定を始めます。設定を続けるときは同梱の利用規約に同意してください。接続設定を始めます。無線LANアクセスポイントの無線接続ボタンを操作し、プッシュボタン接続ができる状態にしてください。接続が終わるまで数分かかります。